はい、どうも Welcome to Gundam Rai シルビです。前回はちょっとですね、残念な曲宣伝をお見せしたんですけども、今回はちょっとテーマを持ってですね、オールラウンダーでいろんな機体を使おうと、もうせっかくなんでね、どうせやるならなわけで、あの普段全然使わないギガンちゃんとかね、ザク 2F 狙撃とかですよ、出してますから。本当はね、ゾックを出そうと思ったんですけどね、ここゾックどうなのっていう、このね、一回下に落ちたらもう上がれないよねみたいな感じになっちゃうんで、ちょっと考えました。なわけで、今回はこんな感じ。こいつはザック 2F、FS と迷ったんですけど、FS は割と、っていうかかなり使い込んでるので、まあ、せっかくなら F バズーカの、まあ、今なんていうか流行りなんでね、ドムさんはね、なら流行りに乗るしかないでしょうみたいな感じですね。目標が変更されました。そんなわけです。このジャンプ力のなさ、素晴らしいですね。はい、外した。おお、やり合ってる、やり合ってる。よいしょ。次は成長してこい。まあこっちから行くわけですね。なるほどね、下から行けるのね。なるほどね。いや、まだマップをフル把握はしてないですよ。なるほどねって感じですね。おーっと、切られました。プロガンですね、素晴らしいですね、いい機体だ。そこでですよ、どっち行こうかね。こっち行こう。何せ格闘持ちですよ。おほう、お、取った。取った様子ですね。素晴らしい。目標が変更されました。右上か。いや、こいつはね、機動力に富んでいるんで、いい機体でございます。何よりブーストチャージが長い、あ、オフ、高い。これも私の中で非常に、おしめになるレベルの。もうちょいね、吉村くんは、制圧完了。さあ出てくんだろ。あ、目標変更されてここになった。狙ってみるものだな。なんか飛んできそうな予感は。いただき。次は成長してこい。取りますかね。とりあえず取っちゃう。取っちゃう系。そこにいるんやろ。おい、知ってんで。いい機体だ。いい機体だけど、地雷の方が良かったかもしれない。まあだけどね、そこはロマン格闘ですよ、ロマン格闘。出撃する機体を選択してください。ギガちゃん、いきます。
さっきやってた人の真似をする。では行くぞ。あら取れちゃった。目標が変更されました。あ、こんなに射程あるんだ。そうかそうかそうか、広いんだもんな。狭いんだもんなマップが。F バズーカ8発は大きい。いや本当に。ここは穴開いてるようなので行きます。よいしょ。まあそのぐらいで終わりましたね。あっという間。我が軍の勝利です。お疲れ様でした。うん、終わってしまいました。この戦闘の戦績報告です。あ、ここもこうすること同じことやってるんですね。個人評価の報告です。これほどとは。さあチケット持ってない。届きました。開封するコンテナを選択。なかなか出ないですね。そんなわけで今回オールラウンダーでプレイしてみました。なかなか F 狙撃をお見せできたのが良かったかなと思います。早っ。また次も違う機体使おうかなと思ったんですけど、このままともう一回こんな感じになりそうな予感がしております。それでですね、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。